攻撃が始まり、健太郎が追われる身となった。準決勝戦へと駒を進めた木山、ついに火を吹いた。弾丸攻撃を浴びせる木山がベテラン木立から一本を奪い取った。初の決勝進出、木山の勢いは全く衰えを見せない。破壊王とまで言われた木村を追い込み、猛攻撃を仕掛けていく。ついに世界大会での雪辱を果たした。準々決勝へと駒を進めた木山、ブラジルのシルバと対戦。リズミカルな突きと蹴りで前半から木山のペースとなり、後半はさらに凄まじい攻撃でシルバを追い込んでいった。試合は前半互角で経過するが、木山の弾丸ラッシュが始まると、市村の攻撃に徐々に陰りが見え始め、ついに木山の完全なペースとなった。
事に木山に軍配が上がり、ついに第33回全日本大会1回戦、木山は堂々とした王者の貫禄で登場し、試合開始早々大分出身の村上を追い込んだ。かかと落としによる一本勝ちで2回戦へと勝ち進んだ木山は京都の弓場と対戦。弓場はチャンピオンに対して前に出て攻撃する頑張りを見せたが、次第に木山のペースにはまっていった。大会2日目の朝を迎えた。東京体育館サブアリーナではすでに木山が動き始めていた。木山の目標はあくまで優勝である。3回戦、千葉北の佐藤との対戦から木山の攻撃はエンジン全開となった。4回戦、総本部出身の本間との試合が始まった。後半になると本間の攻撃を1とすると、木山が2を返していく倍返しの木山ペースとなり、本間を封じ込めた。準々決勝、城西のベテラン池田義則との対戦。木山は終始池田に圧力をかけていく。後半、木山の怒涛の攻撃が始まると、池田は完全に追い詰められた。準決勝、数々の実績を持つ浅草道場のベテラン足立慎二との勝負となった。木山の決勝進出への執念が爆発した。